コウヒロシ派は、中国、北京出身のサッカー選手、サッカー指導者。選手時代は主に地元のクラブである、北京国安でキャリアを過ごした。また、日本で開催された AFC アジアカップ1992にも出場している。指導者としては、現役を引退した、公衆末尾で、コーチと監督を務めた後、U-16 中国代表に就任する。 だが、AFCU-17 選手権2000でグループリーグ敗退に終わり解任された。2003年にサッカー中国代表のコーチを務めた後、2010FIFA フフワールドカップアジア予選3次予選で中国代表が予選敗退した直後の2009年サッカー中国代表の監督に就任する。 2010年の東アジアサッカー選手権では日本代表と引き分け中国代表で史上一度も勝ったことのなかった韓国代表に3の0と勝利するなどして優勝を果たす。同年 W 杯南アフリカ大会を控えたフランス代表にも1の0で勝利した。2011年も引き続き指揮を取ったが1月に 開催された AFC アジアカップ2011でグループリーグ敗退に終わった。中国サッカー協会は直後に解任しない旨の声明を発表したものの8月に解任された。その後、先生だから坂へ、原北京人は上海とは高素春天の監督を歴任し一時はオランダのアド・デンハーグのコーチを務めた。2016年 中国代表の監督に再任し、4大会ぶりにアジア最終予選進出を果たした。しかし、最終予選では苦しみ、10月13日、FIFA ワールドカップアジア3次予選のウズベキスタン戦での敗戦後に辞任した。2019年、中国サッカー協会の副主席に就任した。ありがとうございます。